土井義弘は、埼玉県、鳩ヶ谷市出身の元プロ野球選手、野球解説者、元東京ヤクルトスワローズの土井広正投手とは、最重定にあたる。春スカ共栄高等学校2年時の1993年夏に、第75回全国高等学校野球選手権大会で、エースとして、準優勝を、経験、3年夏は4番も打って、県大会決勝で、 浦和学院の木塚厚史と投げ合うも敗れた。卒業後にプリムスホテルに入社。当時活動していた公式野球部の投手として、都市対抗野球には1996年に出場。補強の谷中真嗣が先発の神戸成功に完封7回コールドで、敗退した試合で最後の1回を投げたのみ。翌年は出場するも、当番なしであった。1997年度。 NPB ドラフト会議にて、プリンスホテルと関係の深い西武ライオンズから4巡目、指名を受け、推定年俸1000万円という条件で入団。背番号は35。1998年は1試合のみの登板だった。1999年からは、主に対左打者のワンポイントとして1軍に定着。先発、リリーフとも左投手不足だった。 当時の西武では貴重な存在で、タフィローズキラーとして名を挙げた。2004年、先発転向を希望したが西武ではあくまでも、中継ぎ要員としての評価で、一軍出場のないままシーズン途中に、田崎正宏、東ずまとの交換トレードで横浜ベイスターズへ移籍。同年7月7日の大巨人戦で、リリーフで登板し、タフィローズを、 平打谷打ち取り一級勝利で遺跡後初勝利を挙げた。その後リリーフで数試合投げオールスター明けから本人の希望でもあった先発に転向し、この年は5勝を挙げる。2005年には先発投手として初めて1年間投げ抜き規定投球回数をクリア、初の2桁勝利となる10勝を挙げた。特に巨人戦は7勝1敗の成績を、 上げ交流戦でもフルス西部から2勝0敗の成績だった。一方残りの球団からは1勝10敗と極端な成績に終わり、非本塁打もリーグトップの30本を記録。なお、得意の巨人戦で初黒星を喫した8月24日には、巨人の4番、国母勇気に3打席連続本塁打を打たれた。2006年は4月1日の開幕第2戦の巨人戦に登板。 国母のソロ本塁打の1失点に抑え、勝利投手となり2006年チーム初勝利をもたらした。しかし、5月6日の阪神タイガース戦で、金本智明の打球を手に受けて、登録抹消となり、その後首も痛めたこともあって3勝7敗防御率6.02の成績で終わった。2007年は、開幕5連勝と好調だったが、その後は故障の影響で、 白星が伸びなかった。最終成績は7勝8敗防御率4.47だった。2008年は開幕当初は好投も見せていたが、打線の援護なく、白星に恵まれないとその後は打ち込まれる試合が続き、開幕から4連敗で5月2日に2軍落ち。6月に中継ぎとして1軍復帰したが、3試合で6、失点と結果を残せず再び2軍落ち。 その後は一軍登板機会がなく、8試合で0勝4敗、防御率7.48に終わった。この年に国内 FA 権を取得したが、10月1日に球団から戦力外通告を受ける。12月7日に埼玉西部ライオンズが獲得を発表し、5年ぶりに復帰することになった。2009年4月28日に一軍昇格したが、 不調で5月18日に2軍落ち、シーズン終盤の9月27日に最昇格を果たした。しかし、最終成績は12試合の当番に終わった。前年取得した国内 FA 権は行使せずに残留。翌2010年は1軍でスタートするものの、開幕3試合目に9円で打ち込まれ、4月1日の福岡ソフトバンクホークス戦では1回を2失点と打ち込まれ、 防御率が30点台後半にまで悪化した。しかし7月後半以降は持ち直し、同28日以降の20試合で防御率1.42と好成績で星野智樹が不調で抜けた投手陣にあって、ほぼ唯一のサワンリリーフとして活躍した。ロッテとのクライマックスシリーズでは、第一戦の延長を11回に福浦和也に決勝ソロ本塁打を打たれ、敗戦投手となった。 翌日もチームは敗れ CS 敗退となった。10月25日、同年に取得した海外 FA 権を行使し MLB 挑戦を表明。球団も本人の希望を尊重し、遺留しなかった。11月28日、12月1日にカリフォルニア州にて行われた合同トライアウトに参加した。2011年6月、アメリカの独立リーグである。 アトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約合意したが、就労ビザを取得できなかったため、公式戦闘版はなかった。2012年1月、ボルチモア・オリオールズとマイナー契約を結んだ。しかし、3月31日に高年齢を理由に解雇。同年6月15日にノースアメリカンリーグのマウイ・カイカと投手権コーチとして契約した。同年10月9日、 現役引退を表明し、今後は指導者としての道を目指す意向を明らかにした。2013年からは、テレビ埼玉、文化放送、テレ朝チャンネルの野球解説者として活動。また、TVS ライオンズアワーではリポーターを務める。6月15日に、カリフォルニア州サンディエゴに、本拠地を置く、サマーリーグ球団、サムライサンディエゴの、 投資コーチとして入団することが発表された。2014年3月4日付で、日本学生野球協会から学生野球資格の回復を認定された。この認定によって、同協会に加盟する高校、大学の公式野球部でも指導できるようになったことから、認定を機に、母校の春日部競泳高校で、公式野球部の臨時コーチに就任すると、同年夏の、 第96回全国高等学校野球選手権大会でチームを9年ぶりに甲子園球場の本大会に導いた2015年から西部球団へ復帰。同年から2018年までは一軍の投手コーチとして菊池武士制の復活などに尽力した。2019年からは現場を離れて球団本部の編成グループへ移動。2020年には 業務提携球団である MLB のニューヨークメッツへ2月下旬から派遣されている。ありがとうございます。